どうもボビーアートレザーのボビーです、えー、今週もですね始まりました <laughs>、えー、ボビーアートレザーのーフィロソフィーオブライフねえー、こっちかなねえー、まあ今週一週間もね、えー、こ,これに沿ってでいきますね月曜日は比較の話、えー、火曜日はあレザー作品の話、えー、水曜日はあ制作にちなんだ話、えー 木曜日も作品のレーザー作品の話、えー、金曜日はね、えー、もう週末にかけてですね、えー、もう、まあ、緩い感じで、えー、趣味の話ですねで土曜日が、まあ、音楽の話ミュージックですね、えー、日曜日はですね緩い話って言ってたんですけども、えー、もう弾き語りにしてます。<laughs> あの もう、とりあえず弾き語り、今週一回ぐらいはこうちょっと自分で演奏する、まあまあ。えー、週末にかけてですね、もう、趣味の、お、ちがまあ、まあ。あの、まあ、こ、パーソナルなっていうか。ボビーアトレーザーのー、作者が。の、好みとか、そういうものをですね。えー、散りばめていこうかなと思ってます。ね、あまあ、あの、気軽にね、お付き合いいただければ、幸いです。でですね、えー、<laughs> 今日は月曜日の比較の話っていうことですね。 えーえー、今日はですね、えー、雨に濡れた時の対処法について、えー、それについてね、えー、お話しさせていただきたいなと思います。ね、あのー、昨日までね、えー、大阪の方は、まあ、えー、大阪のアトリエからですね、お届けしております。ボビー・アトレードのアトリエからライブでお届けしております。いつもこれ、言うんをね、忘れるんで。えーねえー ずっと雨が降ってましたんでね、えー、まあ今日はねすごくいい天気やったんですけどね外もねでまあまだこう天気が崩れたりいうことで,です、ね、不意に降るる時ってあるじゃないですかでよくほらあの革製品は雨に濡れないようにしてくださいとかまあまあそういう注意書きがあったりするでしょ。 でまあ、あの僕もその気持ちはすごくわかりますしやっぱり、えー、ね、えー、レザーはーデリケートなもんなんでね。かといってですね、えー、僕もこう例えば今こう着てる羽織ってる革ジャンとかでもそうですしハートでもそうですけど実際雨の中で、えー、よく着 <laughs> てます。うんまあまあ、楽器よりはまだマシかな ギターとかねあの辺濡れたらちょっと具合悪いですけどねえー、まあこのね写真に、えー、のほうの載ってるものね、えー、バイクでまあこれ雨の日に、えー、ちょっと撮影したんですけどねまあ基本的にはその銀面があるものとかまだましなんですよねこう乾いたタオルでですね、えー、拭き取ってね行,くんであの行けばまあでまあ大丈夫かな。うん よっぽどなことがないとがいねで形をちゃんと整えて、やっぱ型崩れっていうのがあ非常にね、えー、難儀なんでね。で、まあ今日はですね、えーまあ、以前ブログに書いたものもある,あるんですけども、えー、それをね、えー、何てうんですか、ブログに書いてたものをですね、えー、自分なりにこうライブでね、実際にこうお話ししてみようかなと思います。ね、紙芝居のように <laughs> そう,そう、で、あのー、まあ、こ、ちょっと、こういう事件をします。滑川ね、滑川。うんと、わかりやすいけど、今ちょうどこの、あるんで、手元にね。これ、滑川です。これ、ちょうど、この間、ギターストラップを。滑川でね、作ったんでね。えー、こ、こういう感じの。ーレザーが、まあ、だいたい、滑川。今、一番厄介な感じですね。あの、レザーで濡れた時に、一番厄介な。素材が、こ、この、滑川。 っていうやつですねこれも焼けていったらねある程度これぐらいこういうね同じデーターでもこう日焼けをしていったらね、えー、多少ねこう照りも出て、えー、多少濡れてもね弾いたりもしてくれるし、うん、あのいいんですけどねこの初う々いういしい時のねこういうね、えー、肌色っていうかこういう時はですね、まあ、育てがいはすごくあるんですけどこう濡れたらちょっとへこむんですよこれ。<laughs> ねえ。 だけど、ね、あのー、おこれもねぬ、えー、れた時にね、えー、まあ復活と,とまでは言いませんけど、あのー、ええー、感じにはあの経年変化に、ねえー、なっていくっていう感じでねいきますんでねあのご安心して、えー、永久保存版としてですね今日はご覧いただければ幸いです。 ええとですね、まああのー、こういう感じですね、えー、まず乾いたタオルとですねぬめ顔を用意してですねでこれをこう、えー、ねびしゃっとこう水をぶっかけましたほんだからやっぱこういう感じでしみみてくるわけですよこう皮がねこうなんかこう分かります色色が変わるわけですよ例えばクシャンとくしゃみしたりとかね した,時した時とかまあ今は飛沫とかいう言葉がねあ,のあれですけどこう水しぶきのようなこうこう川にこう点々が出てきたりとかねあとなんかこう雨に濡れたらこうポコポコっとこうねしみが出るできるでしょ。まああのー、よくね、えー、見るの 街で出かけたときに必ずっていうぐらい目に、えー、このヌメがのねもう目に触れるのはですねあのルイ・ヴィトンのねあのオーソドックスなかばんってあるじゃないですかであのルイ・ヴィトンのかばんの底の底のこっち画面見えへんねんな底のねところとかあとほらあのねこうショルダーねショルダーベルトっていうんですかね うん、あのそういうふうなところで大体こういうレーザーを多分使っていると思うんですよね。でやっぱりこう濡れたりとか不意になんかねなんかあのアクシデントがあったりするんですかであのこのの、ね、写真のような感じですよでこれほってたっとら,かっとらかしにしてたらねもうそのまんまのこのもうほんままんま,まの形になりますんでね、えー、えらいこっちゃになりますからね、えー、これをですね、えー、まずですね えー、どうしたらいいかってこうなっちゃった時ねあの色が変わってまうじゃないですかこのままあ、ね、具合悪いんでねでこうこれ何してるかってですねこうまずはですね、えー、まずは乾いた,あたタオルでもうハンカチでもいいです吸水性のあるもんでですねどれもこう一旦こうね吸い取ってあげてください一旦うんあの慌てずその時にこすっ,っちゃダメよこすっちゃダメよ ああもうの右手でやればねこう画面でこすっちゃ駄目ねこすっちゃねあのああのあの皮の表面がですね多分んとボコボコとなってると思うし何かあの弱いんでねデリケートなので、ね、すごくね、うん、あのこすっちゃやよほ、ねえー、んでですね <laughs> でまあ,あ一貫こうねあのトントンとやってこうある程度こう吸わしたら。 次はですねそのままでもやっぱりこうちょっとおこう残りが出るんでね残っちゃうんでねその時はその次にはですねまあ写真では一緒ですけど <laughs> あのー、一旦あの何ですかねタオルをですね濡れタオルねいっ水でこう吸わしてあのそのままやったらボトボトなるんでいちょっと絞ってね絞ったタオルね絞ったタオルねうん何回も言うよ 絞ったタオルをですね、えー、トントンとこう用意してですね、えー、こんな感じであの押していってくださいこう要はなじませるって感じかなあのポンピングしてあの何ですかこうおどう言うたらいいのよなこうポンピングですよ <laughs> あの分からないようにこうグラデーションをかけるかのようなさそんな感じでこうタオルでポン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 と。 ね、あの押,し押し当てるまではいかへんけどあの均等に村をあ村を作るっていうか、ね、村が出るんですけどそのグラデーションかけてですね、えー、分かりにくくするっていうかねいったん全部塗るもう平たく言えば一旦全部ぬらしちゃうわけですよね。うん こっちこっち僕の左利きやからねあのこっちでやるけどこっちに写真があるから全部僕の手の動きがねあの全然出てないんでこっちでなるべくあの普段使わないみ右手ね <laughs> そうですね、えー、こう村,村を無くして均等にする感じですね。であのこんな感じでねこうこうだんだんこうこう一旦まだ濡れてるやんかいっていう感じになるんですけどねただまあ一旦こうある程度吸い取ってる上からまたこうやるんでちょっとマシなんですよ。 ね、あのなんていうのかな染みたままでそのままやったら染みてるところはほらあのパーセ5 0ぐらいのものが100%になるわけでしょ周りが50でもわ、うん、かるかな <laughs> でこういう感じで一旦こうねしみ水を染み込ませていくんですよねトントンとまあない,ないかってまあまあ霧吹きでもね えー、やる人もいますけどねもの、うん、によっては、まあ、僕は霧吹きはもうそれもありかなと思うけど僕は個人的にはあのこのンポンピングしていく方が僕個人としては個人的にはまあ押しますね <laughs> で、えー、今度はですねいこれ乾いてる方ね,ね色を描いたらタオルにしたい方ね写真が、ま、紛らしいね <laughs> 色あの これは乾いたタオルですね。でですね、一旦こう、また押して、こう、なんていうんですかね、水分をなるべくこう、まあ、まあ、取ってあげてるっていうか、ね、吸わしてあげてね。ほんで、えー、こんな感じで、まあ、あのなじまして、まあ、乾いたらこんな感じやっていうことですね。かかこれ、あの乾かすときもですね、決して、ひなたじゃなしに、ひなたじゃなしに、陰、えー、干しね。 まあ、あの風通しのいいとこでねあのこうその時に風通しのいいとこで置いとい,く置い,といてと同時にですね、えー、形も整えてあげてください。あの型崩れっていうのは経形上記憶みたいな感じで型崩れみたいになってしまう場合があ多々あります。うん、それだけちょっとね気をつけていただいて。 で,、えー、でまあ、えー、乾いたらまああのー、オイルをね入れてあげるっていうかねやっぱこう乾燥乾燥してし,し,しまうんですねこうやっぱこうなんていうんですかやっぱこう肌でも僕らでもそうでしょう。風呂こう風呂から出てそのままやったらねあのほらあの油分も一緒に 抜けていてい、ね、いシ,ワシワが増えるじゃなでだからあので日焼けも具合悪いですね僕らも日焼けになるべく専用にしてるわけでしょ。であのそういう皮なんでね一応皮なんで <laughs> でまああのオイルをね入れてあげてオイルっていうオイルっていうかあワックスっていうかあこれはねラナパーラ,ラナパーっていうね もものなんでですすけども割と万能ですね何でも使えるから僕は何でもランナーパー使ってますけどね、うん、で他にも、まあ、あの靴を手入れするものでも僕はいいと思います靴のほら靴磨きみたいな感じのなんかあるじゃないですかスポンジがついてるようなあのパカッとやってねそういうのでも僕はいいと思いますね、うん、で、えー、オイルを入れてあげて、えー、あげるとですね、えー なんかこうテリッとした感じでねであのこうやって何もしないこの状態よりも、えー、ここでねあの一旦濡れてこうした方がですねこんな感じでねした方があの経年変化を起こした場合っていうかこう年月が経った場合にめっちゃええ感じの照りと照りとツヤが出るかな、うん、これも何回も濡れてますけどね。 なんかこうつやめいてるでしょ最近かぶってないからあ、ねま、だ春先になったらまたこれかぶろうかな思うんですけどね、うん、まあ育てがいがあるっていうかね、うん、まああのだからなるべくそれも早めの処置をお願いしたいですね、うん、外出時とかやったらあのあーってなるじゃないですかでもハンカチかなんかで,ですね、えー、トントンとこうねこうしてあげて。 で濡,れた濡らしてもう一回やってまうというか <laughs> あのあの全,全体にやっぱこうやしみの境界線ができるんでそれがやっぱりねあのまあ味といえば味なんかもしれませんけどちょっとなんかほらねなるべくならそのいい味にしたいじゃないですか <laughs>、うん。でまあ、そんな感じで、えー まあ対処していただければああ幸いですね。うん、はいそんなあそんな感じですね。今日はああまあ少しでもねこの配信があの <laughs> ご覧いただいている方のねお役に立てればと思います。またね天気がこうね晴れたり曇ったり雨降ったりとかあるやろうし、その時にねなんかほらバッグだいたいカバンとかやったら革の持ってる人も多いでしょ。 でまああの今僕が被ってるようなもんとかこういうこういう革ジャンとかはね割かしねあの濡れても型、まあ、崩れさえ気にしね気にあのちゃんとケアだけしてればあのいいんですけどね。っていうかねあのよくほらいや刻印をしたりするでしょ刻印。 川水浸しにしますからね。うん、で、ふやふやな状態で打、打刻をするわけですよ。なら、あの、くわっ、くわっと入るわけですね。あのー、欄間のようにね、うん。文字が、あのー、刻印されるわけ。だから、あのー、皮は濡らしてはいけない。というよりも、まあ、まあ、あのー、濡れても。濡れたら、そういうなんか、ちょっと、こう、弱くなるっていうことかな。 でまあ、あの例えば爪とか垂れたりとかねなんか鋭利なものがぐっとなんか,かあったりしたらそのまま残っちゃいますからね、うん、特にこういう布絵がわ系なんかデリケートですからね、うん、まあそれでほらカービングレザーカービングとかあいろいろねこう使えるのもこういうレザーなんでね、うん、あのー、いい付き合い方をして頂ければなと思いますでまあ月曜日はこういう感じでね、えー、比較の話ね まあ、毎週させていただいてますけどね。まあ、明日は作品、なんかレーザー作品ね、えー、話をですね、えー、させていただければなと思います。はい、そんな感じでね、えー、またあお付き合いいただければ幸いです。えー、まあ、これは、あの、ね、YouTube とかもね、後で載、えー、っけますんでね、まだ YouTube とか、 登録がまだなっていう方はこれをねあのピッとこう見ていただいてね、えー、ジャンプしていただければと思います。あとまあインスタグラムねやってますんでねボビーア・アトレザーのあのいろんな作品が見れますんでねぜひご覧ください。あのまあツイッターもねあのブログとか更新した時とかあのいち早くわかりますんでねあのチェックよろしくお願いします。 でまたね、あのー、このフェイスブックページもそうですけどねなんかうなずきとかがあ感じたりしたらそこにハートマークをバーッと連打してくれたら僕も嬉しいですしあとでこうパソコンで、ね、見たきにモアっとなってたらね嬉しいあのー、あよかったな今日もお配信してきて、えー、意味があったなって思いますんでねそういう感じで、えー、またねお付き合いいただければ幸いです、えー、それでは今週も最高の1週間をお過ごしくださいボビーでしたじゃあね Bye.